ドコモサービス株式会社は、かつて存在した NTT ドコモグループの企業、人材派遣業を営んでいた。また、親会社の NTT ドコモから料金業務を受託していたため、請求書の差出人として目にすることが多かった。2014年7月1日に、ドコモモバイル株式会社、ドコモビジネスネット株式会社とともに、ドコモエンジニアリング株式会社が吸収合併。称号変更により、株式会社、ドコモ CS となった。人材派遣業務と NTT ドコモの料金業務が大きな柱であった。人材派遣業としては NTT ドコモ関連の業務が中心となっており、NTT ドコモやドコモショップ、ドコモインフォメーションセンターへの人材派遣が多い。料金業務においては全国で展開しており、請求書の発行、予診、料金の回収、料金明細発行等を行っていた。その他に NTT ドコモのイベントの実施、広告の作成等も行っていた。関東地方以外ではドコモショップの運営も行っていた。茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県なお、9各地域会社ごとに、ほぼ同種の事業を営む、ドコモサービス株式会社という子会社があった。ありがとうございます。